僕の今年の目標、この端末での今年の目標はですね、どれか絶球シリーズを1セットクリアしまして、年始のガチャを引くことです。爆絶アバロンをクリアして、ここの週行ってもいいかなとも思ったんですけど、やっぱりね、まずね、超絶ですね、終わらせてパパッとちゃちゃっとね、終わらせていくのがいいんじゃないかなっていうことで、今日は絶球できれば2個クリアしたいね。2個クリアしたい。で、ゼロシリーズから行こうと思ってるんで、波ゼロかな、今日は多分波ゼロをクリアします。できたら、クシゼロか竹ゼロも行きたいんだけど、クシゼロ竹ゼロむずいんだよね。本当にね。めちゃむずいんですよ。か、まあ、このトガシリーズの方行ってもいいかなとも思ってるんですけど、トガシリーズも地味にむずいんですよね。まあ、クシナダがいれば、結局この辺とかね、ジューダスとかも倒しやすいと思うんだけど、意外とむずいんですよ。意外とむずい。この辺とかね、ブルータスとか、意外とむずいから。そうだ、このゼロシリーズ行くなら、ナギゼロが鬼門ですね。ナミゼロは、多分、まあ、ガチャゲンをもうフルッパして、もう、面白い面白くないとか一旦置いといて、レムでぶっぱしたら、多分ナミゼロ余裕だと思うんですよね。そう。なんで、どっから行こうかなっていう感じで。だからまずナミゼロを、ぶっ飛ばしてもいいかなっていう。今日、ちょっと一つ皆さんにお伝えしなきゃいけないことがあります。配信日数何日やったかなっていうのを調べたかったんで、配信する日以外ログインしない、っていうルールにやらせていただいたんですよね。で、例えば今日が、まあ、多分14日目か15日目とかになると思うんだけど、実際のログイン時間だから、多分ログインした日数かける2時間みたいな感じで、全クリまでの時間数が出るかなと思ったんで、それやってたんだけど、明らかにもうちょっとベルが足んない。ライブをしない日もログインしてちょっと CM 見ようかなと思ってます。じゃないときついきついかもしんない、ベルが。で、課金してパック買って、ベルのやつだけ買っちゃうっていうのも一つの手だと思ったんですけど、まあでも、その課金のシステムをね、覆して課金をしちゃうぐらいなら、ちょっと、ログインの方諦めて、CM 見るだけの毎日ログインはしようかなとちょっとね、思ってますね。多分、ログインはすると思います、今後。それだけちょっと、皆さん、頭に入れといていただけると。そう、マジでベルは、もう本当やってないと手に入んないからさ、そのベル分のちょっと、まあ、ワンチャン取れるっていう期待にかけて、CM はちょっと今日から毎日見ようかなと思ってるね。ナミゼロね、消化試合しに行ったらね、もう茶番なのよ。やばいやつしかいない。もう、やばいやつしかいないもん。ここが、キラー受けるんだよね。だからちょっと注意が必要っていうキャラなんだけど。まあ、レムいたらもう、で、前回ここでやろうと思ってたんですよね。ナミゼロは。こいつでいけんじゃねみたいな。そう、ランギクレム行ってもいいんだけど、ランギクレムが行ったらやばい。死んだらやばいんですよね。竹ゼロから行くか。普通に面白そうなんで。さあ、頼むぞ、マジで。ガーフィール。コンティニミはマジでないんで。さあ、行きます。特玉いきます。頼む。なんか別に死んでも心が傷つかないような山竹ゼロ適正。はい。死んでも心に来ない山竹ゼロか伊豆波の適正ください。お願いします。死んでもコメント欄で、あ、死んじゃったね、ぐらいのやつ。まあ、いいでしょう。まあいいでしょう。もうこいつも一応ね、ちゃんと友情コンボが強いですから。いきます。いや、もう頑張るしかないわ、ほんとに。いやー、今日一発目が負けんな、ほんとやだぞ。ガーフごめんな、負けたら。ほんとごめんな。早速やっていくんですけど、ガーフの友情が鬼に対してどれぐらい刺さるのかっていうのを見ながら、上の鬼を殴りに行きたいですね。上の鬼もしくは左側のロボを倒したいですね。最初にね。開けたいね、こうね。さあ、君の友情どんなもんだい？あ、強いね。いいね、左ロボ倒せたと。あ、強いね。ちょ、ガーフ上に持ってきてえな。これダッシュあるよね。あ、強いね、友情、君。君、友情強いね。めちゃくちゃ強いね、友情。で、もともとが弱すぎただけなんだけどね。てか、ヒットポイント怖いよな、これ。8万5000ってマジで怖いよな。いや、言うてパワーガチャなんですよ。爆破拡散弾も。ヒットポイントやばいですよ。普通に低い。仮に負けてしまっても。まあ、近距離で撃ったらまあ強いね。さすがに強いですね。いや、これニードル抱えてこれをやっていくんか。めちゃくちゃむずいぞ、多分このクエスト。SS も食べたいんでね。ちょっとおとなしく。おとなしくね！おとなしくしてよ！起きたな配置ができてるんで、まあいいでしょう。本当は上に入りたかったんですけど、入ってるよね。うわ、入んねえか。じゃあ加速雑魚ちょっと倒しちゃいますか。ガーフの友情使いたいんで。いやー、ここ平気で負けれるぞ。次 2P だろ。2P あそこ倒してもらって。いや、逃げ出した方がいいんか。どちらにしよう、このまターンは暴れかな。暴れた方が。恩恵が多そうなんで。いやー、マジ強え。マジ強えわ、爆破拡散弾。で、ここおとなしく倒して、一旦。で、まだ4ターンあるよね。ここ倒そう。あ、一応カウンターキラーってちょっとは入ってんのか。ラック1でも。気持ち程度に入ってんのか。
あそこ横になったらガチでやばいので、いやでもガーフ2体触れたいよな。で次のマップの配置もしたいから左下に置きたいんだよね、ガーフをね。なんで 4P のガーフを左下にこのターンで置いてあげたいんだけど、あ、惜しい。おお、出す、倒すのは偉いな。じゃあちょっと配置のターンができますね。両方倒すことないでしょ、左下。早いな、出し切ってよかったな。うわ、ダッシュ切ってよかったな。ダッシュ切ったら完璧っぽかったな、今。どうしよっかな。これ左下なくていいかな。とりあえずこの端っこ串ならやばいんだよな。ただ2ターンだろう。ちょっと待って、当たんないガチでやばくない？それ当たんないガチやばくない？ガチやばくない？やばくない？マインスイーパーやばくない？大丈夫だ。あぶねえ、マジ。さんの死にすぎた。お、いいとこいいとこいいとこ、これ当たれば、まあまあまあ出る、ある程度出ますね。こんだけ近ければある程度出る。オッケー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 。後ろの直連じゃんこれ。当たんなよ。よし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 、でかい、ガチでかい、それめっちゃでかいぞ。そのこの開幕の動き超でかいぞ。欲張りてー、欲張りてー。てかこれ次一匹動けないんで、まあ平やってくのが悪いか。上行きすぎ注意。うわ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 、あぶねえ、お前それ重複してくらったらもう GG だった、完全に。あぶねえ、あぶねって。これも斜めですね、しょうがない、ここにいるのは。うわ、すげえ、すげえとこ行ったよ。いやー、場所なんだよな、問題はな。右下だろ次。右下に置かなきゃいけないけど、鬼が3ターンなんで、鬼が怖いよね。鬼がね、鬼がやべえってなるのが一番やばいんで。いや、これニードル怖え、このヒットポイントだと。ヒットポイントというか、このマックスヒットポイントだと。ニードルが基本的に常に怖くなる感じですね。何そのバウンド。ちょっと、まあ今俺がちょっとね、さすがに角度つけすぎたっていうね。あれはありましたけど、さすがにびっくりしたよ、今俺は。これどうしよっかな。次も舐めてると死ねるのよ。まあ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 。おった、来た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 、トリック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 、行くよ。早い早い早い、想像以上に早い、想像以上に早い。君パワー型じゃないの、お前。これマジイランダメージだったんじゃない。まあまあ 1P いい位置だからいいでしょう。いやー、もったいねー、あのガーフの位置。次のニードパネどっちだ。いや、まあでもこれで櫛が下に行ってあげれてれば、次のガーフがアンタクゼロの下に入り込める。でその次の櫛がさらにプラズマ引っ張れる。で最悪次 4P のガーフが動ける。ガーフが下入るのちょっとむずいけどな。まあ 2P が下入れるの確定なんで、これ縦じゃないな、これ横だな。いや、十分すぎ十分すぎ十分すぎ、いいじゃん、やるじゃん。さあ、でこいつを配置したいですね。ニードルの位置こういうけどな、一回触れちゃうのはしょうがないでしょう。オッケー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 。でこれガーフが当たれば多分さすがに倒せる。痛いよこれ、14000、もうチューブスで14000くらいからな、これ狂ってるわ、このクエスト。次これガーフ開幕なんでしょ、これ 4P のガーフィール開幕で、これパワーもあかんだっけ、パワーもあるか。スピードとパワーと防御力が一定期間アップなんで、2周のやつだよね。オッケー、こいつ伝説マジで鍵だな。でもボス1ボス2でガーフガーフ、最終ゲージでクシナダクシナダだと思うんだよな。だから 4P は逆にあそこ一時ずっといてほしい感じするけど、まあ、沖田のことも考える。そうだな、ボス1の下の沖田のことも考えないとな。なおさら下にいたいんだけど、これ打って上側に抜けてくってことはないよな。右入ってさすがに大丈夫だよな。オッケーオッケーオッケー、上抜けない、ナイス、位置完璧よ。オッケー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 、いいよ。じゃあ次考えなきゃいけないのは、ボス1の沖田の位置とボスと、あと鬼を処理する役が誰になるかってとこなんだけど、いやー、これなー、 2P の位置をおとなしくいく感じにするか。これおとなしくいくタイプにしよう。押さない押さない押さないパターンでいきます。よし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 、ちゃんと1体1体ね、優しくいきますね、優しくね。でこれガーフが動いた方が多分火力が出せるので、いやー、でも次あれか、山竹ゼロの、これ山竹ゼロの右下に来るよな。次山竹ゼロの右下にニードル来るってことは、ガーフが動いたとしてもこれニードル踏まなきゃ
やんなきゃいけないから、どっちかというと鬼処理側に任せた方がいいのか。っていうことはこいつは山竹ゼロも左側に入ってあげたら100点。100点。あー惜しい惜しいっぺ。これマジ中央水力じゃねえんだけど、どうかしてるボムが。マジかよ。で、あ、左じゃなかった。これ次左下か。まあ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 いいでしょう。ってなると次ガーフが上になるから。まあで、ここで一回ね。これ大丈夫？あと2ターンだな。これ適当打ちして右下で暴れたらニードルで死ぬよな。いやでも、角度的にハートは取るか。右下のニードル、この打ち方すれば、ハートは絶対取るか。両方ともしかも。帰ってきた。嘘、やめてよ。うわ、これまずいんじゃない。これさ、レーザー、おほ、やばい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 よ。撃つ、撃たされんのこれ、マジやばい。ちょっと待って、これ開幕次しかも支度しか、まあでも起きたいってか。いやー、どうしよっかな。まあ撃つよな。怖えなこれ。これ撃たなきゃさすがに怖いから。SS だなー。ここでもうもったいぶってもしょうがねえもんなー。ただ次串打たされそう。これだって1万3000だろ。8万5000から1万3000、7万2000でしょ。だから7万2000でマップ行ってもらったら3万6000しか回復しないの。次のマップ4万9000スタート、きついでしょきつくない？次のマップ4万9000スタートなの。事件じゃない？蘇生と上ブシャーだよね。上3本レーザーと、え、これ知らなくない？蘇生と上ブシャーだよねこれ。横ブシャーだっけ？あ、なんか横ブシャーもあった気がする。こっち調べるわ、ちゃんと。妥協しないわ、ここ。ここ妥協したら死ぬ。本当に。確かね、レーザー上に3本打ってくるっていう攻撃パターンもあった気がするんだけど。そうだね、やっぱ3本レーザーだね。左上が蘇生で、左下が3本ブシャーだ。3本ブシャー7500ぐらい。これ死ななくね？左上が蘇生で、左下がホライゾンレーザー。トライデントレーザーは右下だ。は？死ななくね？ホライゾンでしょ？これでも横で下がってって、クシナダとガーフが両方とも当たったら死ぬか。かといって、次 1P が倒しきれるかって言われたら倒しきれないもんね。いや、抜けるの一択か。なんとかしてハート取りてんだけどな。次抜けれないよな。抜けれるか。いや、抜けれないよな、下手したら。ハート取りいったら。縦勘でハート取りいってってムーブすると多分抜けれないので。いや、打って左入るのが悪いか。あ、確かに。靴の、あ、もう撃ちます。そうだ、 靴箱も攻撃してくるんで撃ちます。これはしゃーなし。いやー、これちょっと1個前の串灘がこっち帰ってきたのかな。かっこいい、ガフかっこいいよ。ドリンついてたらさ、もっと良かったんだけどね、君に。さあ串灘、加速雑魚の上に飛んでくれるなよ。これ挟まっててくれ、頼む。あ、そっか、最初隣接しないんだ。あっちちちちちあっちちあっ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 ちちちちちちあっちちちちあっち、クソむずいじゃんこれ。でこれね、加速くんも倒さないといけないのよ。じゃないと減らないんだよね、このメンツだと。串の穴が近い場合は右下の切り超気をつけなきゃいけなくて、蘇生と、で一回蘇生したらね、その後蘇生ね遅いのよ確か、このクエスト。なんで鬼2体やるか加速くんやるかなんだけど、鬼2体が丸いかな。一反射でこの角度めちゃくちゃピンポイントじゃないと倒せないんだよな。は？今ニードル当たってねえから、やめて、やめてよ、やめて。マジこれ倒すの無理だよ。あった、これホライゾンレーザーと、いや待て、その後またスピード爆弾飛んでくる。やばいってこのクエスト、おかしい。これ作ったやつどうした？これ倒すの無理でしょう、無理でしょうよ。いや、いけるか。ゼロ突破のヒットポイント4万2500、4万2900ぐらいか。ゼロ突破したらヒットポイント4万2900スタート。右にいっぱい飛ばしたい。プラズマ引っ張ってサイドに分かれたいですよね。横は一旦確定だとして、か、まあ、ガーフのマッチだね。どっちかなんだけど、さすがに横かな。一回下行ってもう一回上に戻ってくる感じかな。倒すか、さすがに。ガーフこのモードだし。いや、さすがに倒すか。串野様だぞ、串野様よ。で、結構薄くていいと思う、これ。こんなもんだ。ガーフ2体の命がかかってる。なに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 、どういう現象？話してる、話してる、話してる。どういう現象？やめて、ほんとやめて、それどうすんの。一番ダメ、そういうの。え、わかった、よくない、倒してない。いけ、頼む。いい薄さ、両サイドに分かれろ。いけ、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 頼む、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 もうちょい、もうちょい。オッケー。
22,900 ね。うわ、左上寄りすぎ。あー、まあでも平やれるからいいか。いや、そういう問題じゃない。スピード爆弾が2ターン分しか余裕ないから、え、これやばくね。もうこの時点で結構やばいんだけど。だからスピード爆弾2ターンごと飛んでいくんでしょ。ダメでしょ。これ早めのパックか。これ早めのパックでは。いや、スピバック頼むからガーフィール飛んでくれ。本当にそれだけで全然違う。ヒットポイント回復手段ちょっと出てくんねえかな。これちょっと櫛田もう一本されたら負けるぞ。まあまあでも次打つって感じになったとしても、いや打たされるな結局。これ次打つってなったとしても結局だもんな。とりあえずガーフの友情拾いたい。櫛田引っ張って、まあ左上かな、左上一択かな。そしたら少なくとも鬼と平は倒せそう。で、鬼と平倒して靴がちょっと移動するんだけど、下入り込んだやつにないとここダメージ出せないからな。いやー悩みますねこれ。これ床踏んでもいいから靴倒してほしいな。爆破拡散弾うまく当たんねえかな。パックかこれ。これ今パックか。これパックだな。パックいきます。全員遅延、全員遅延。くー、右上遅延した。おっ、あっつ。え、靴やったのマジ偉い。うわー、究極の選択迫られてんなこれ。死にはしない少なくとも。いや1やばくねこれ。1やべえってこれ。でもこれ撃ったら絶対次殺されるんだよな。次のマップ予告だって、これ右行った時地獄だからな。パネル踏みまくって、でスピード爆弾串飛んだ時にだいたいダメージ的に怒り状態も合わせると28,000ぐらい見といた方がいいから、12,000食らったら終わり。だから3踏みできない。無理じゃね。3踏みできないって、ここ撃つしかない。これガーフ撃って次倒せないもんね。これ絶対撃ちだか、縦で山竹ゼロの下に入るかなんだけど、仮にここで山竹ゼロの下に入り込めたとしても、次のガーフィールで削り切れる気しないっすよね。蘇生と、あ、いやいけるか、待って、蘇生とレーザーなんだよ、横レーザーで28,000受けたとしても、あーきついね、どっちにしろきついね。でもここガーフィールで乗り切れたら超でかいんだけどな。いやでもさ、この縦勘で山竹ゼロの下に入るのミスった瞬間に床踏みすぎて死ぬんだよね。いや角度的に踏んでも1回か。いやでもその後右下行ったら死ぬから、どっちにしろ地獄っすね。いや俺これミスるぞ。うわっ、ガーフィール飛んで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 。いや今のは俺が自信なかったのがいけなかったな。だーマジで今俺自信なかったのがいけなかったな。俺がもっと自信を持って打つべきだったな。くっ、ガーフィールが嫌だ。気持ちで負けてたね。もう完全に気持ちで負けてた。本当に気持ちで負けてましたね。マジっすか、やべえなマジ。このルールやべえわ。このルールやべえよ。もうこれダメだ、このルール。悲しい気持ちになっていく俺は。塩返す2回だぞ。かー、あんなしょうもねえ店負けんのか。せめて惜しい惜しくないでやりたかったな。くっそ、調達しに行くか。まあでもすがすがしいほど俺のミスだったからもういいわ。